高見です。今回はこちらを紹介します。東京魔人学園シリーズっていうんですよね。はい、ちょ、学園の学っていう字がちょっと漢字変換が、ちょっとできなかったので、これはちょっとできなかったので普通の学になってるのを先に言葉で説明します。ということで、今回は抹茶ジオさんが話します。はい、久しぶりの抹茶ジオ暴走会です。久しぶりか。いつまで暴走確定なの。そうですね、今までのはちゃんとなんか僕なり誰かが分かるのでフォローができましたけど、今回は久しぶりに抹茶ジオさん以外誰も分かりません。やった。ということで抹茶ジオさんの放送会なので抹茶ジオさん必見会ですので、一人しか見てねえじゃん。どうぞよろしくお願いします。じゃあ抹茶ジオさんどうぞ。僕らわからないので、はい、動画をこのチャンネルをどうぞご覧になっている方、まあ、抹茶ジオかと思って切られてない方、いつもお前ガンダムとかサンライズの話だなって思われてる方も少なからずおられることですよ。はい、サンライズピュアリさん、そういう大人なのは間違いないんですけども、ガンダムと同じぐらいオカルト好きで、実は。はい、で、オカルトっていうのはその陰謀論とかそっちじゃなくて、呪術とかそういうようなものが好きなんですわ。呪術廻戦とかってなんか、あれの元ネタになっている呪術とか大好き。うん、で、そんなことはもう中学生ぐらいからそうなんですけども、高校の時にですね、たまたまこの東京魔人学園剣風町というのと出会いまして、電撃プレイステーションですかね、うん、あれですごい盛り上がってたんですよ、曲的に。うん、で、なんかすごいですね、その世界観好きと思って、発売間もない時期に買って、この時代なんかこれとなんか似たようなタイトルが2、3個あってんの。あった、同じ感じ。あ、そうね。空論が俺の周りは誰もやってなかったけど、うん、で、どういう話かっていうと、魔人学園っていうだけあって学園ものなんですが、正しく言うと3部作予定されてまして、ああ、思い出した、3部作で打ち切りになったやつや、これ。そう、 3代目がさ作られてないんですよ、100年。そう、だから完結してないやつや、これ確か。1作目が現代が舞台の剣風町、2作目がその一世代前というか、まあ、江戸時代ぐらいのベースになった下法町で、これでその後に明治時代だったかなをベースにした3代目があったはずなんですが、ポシャッとしたらしく今でも待ってるんですけど、返してるんですよ。マッチョ中さんと俺ら世代が近いで、俺らの時代にも流行ってはいたね。そうだから、その打ち切りになったのは知ってる。で、ちょうどその彼ら高校生で、主人公転校生なんですけど、転校生なんですけど、卒業式までの1年ちょっとを、東京の新宿にある真上高校、真上学園というところに転校してきた主人公が、いろんな力を持った仲間たちと一緒に悪に立ち向かうっていう、ストーリーなんですよ。うん、で、あ、これが主人公です。主人公です、目隠れですね、当時の主人公っぽいですよね、目隠れですね。で、すごいのが、主人公を中心とした仲間のメンツって20何人いるんですよ。で、大体まあ1人10人ぐらいずつ選んで、シミュレーションなんですかね、出していって、敵を全部倒したらクリアっていう話なんですが、敵が徳川家に恨みを持つ呪術師です。うん、小津の家って言うんですけど、で、そこがその世界っていうか東京壊滅を目論むっていう話が前半バットで、一旦そこと蹴りがついて、実はそのバックに彼らをけしかけていった今度は世界を滅ぼそうとするやつらっていうのがいて、そいつらと実は主人公たちは因縁があったよという話になってくるんです。で、最後にそれを倒して無事に卒業式を迎えて、最後に伝説の木の下で仲間と最後の一番言うことの高かった仲間でエンディングを迎えるっていう話が、男でも男でも、これが面白いのが、剣風町っていうのはこの4人が最初にクラスに入って一緒に仲間になるっていう仲良くなる4人組でずっとついてきてくれるんですけど、この4人からしか最初の時できない、剣風町の時。で、
オボロキタンというファンディスクが出まして、オボロキタンで他の仲間ともエンディングを迎えることができて、さらに言うと一遍クリアすると U コードを自由自在に変えることができる。あ、じゃあ誰のエンディング、誰のエンディングでも仲間28人全員全員でも何がすごいって、あのね、仲間にしていくために条件が厳しいやつがいるんですよ。このゲーム実装の独特で、プレステのコントローラーのボタン、あの上下左右と丸バツ、あれを感情って言ってて、嬉しい感情、あの悲しい感情、否定的なこと、肯定的なことっていうのをボタンで押して、これが主人公の意思だよっていうふうに伝える。ところどころツンデレがいまして、褒めると仲間になってくる、僕はこういうふうな言葉しかできないんだっていうのに対して、いやそんなことないよって否定するとフラグが立って仲間にならない。フラグ、ええっていうのが厄介くんで2人増えます。ええ、であとあの最後のミサタオイっていうメインヒロインなんですけど、堀江優さんなんですけどね、あのこの人と多分チームになるんであろうキャラクターがいるんですけど、ルートを間違えると仲間になるフラグすら立たない。なぜかというと一転死ぬから、歴史を変えなきゃいけないイベントでフラグを立て損ねると、シナリオはありました、シナリオはあるけれども仲間にならなくて死ぬっていう、でも仲間になっても他のメンツとノリも被ってるっていうこのんどうしようっていうこの葛藤。ファンディスクなんとかするしかない。そんな使えなかったの、そんな苦労しても。ところがね、使い勝手は悪くない。ただサポートメンバーなんですが、攻撃力がないんで、平坂さんと平坂さよちゃんって言うんですけど、すげえんですわ、背負ってるドラマが。で、みんな高校生なんです。1年生で、東京中の高校に所属してる子らで、よくわかんないんですけどね、バトルシーンが。放課後に多分呼び出してるんでしょうね。今どこどこにいるんだけど、あの敵がいるんだ、来てくれみたいな感じで、お前部活やってるんちゃうんかいっていうようなレンズがポン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 集まってきて、銃刀法違反の獣を振り回して、ドンバスかますっていうのを東京の至る所でやります。で、さっきちょっとオカルトが好きって話をしたんですけど、全員が全員何らかの粛清っていうものを追ってる。例えばよくあると、あの指示略スザン正義の原理、これをほとんどの人は詩人って四大属性に割り振ると思います。地位推薦、これ五行思想がベースなんで、あの木下土本水です。わかります？五行ですか、王竜だったで、略子正義須沢と玄武って言ってで4人じゃん。やっぱ詩人だと思うじゃん、詩人一人しかいねえじゃん。ビャッコです。だいぶ言うのビャッコ。じゃあ他の3人はそういうの持ってないのっていうと、違う星の粛清を持ってるのでいないんですよ。じゃあ後の3人どっからいるのっていうと、さっき言ったフラグ立たない子、否定的なこと言ってフラグ立たない子が原部なんで立たないんです。で、これを揃わなくていいんですか。そう、このゲーム揃わないっていうのは全然問題なくて、ただ揃わないとある特定の組み合わせじゃないとできない技、ポージング技っていうのがある。そうです。だから今やったら指示なら指示に揃っていないとできない技があったりとか、あとはもう戦隊ヒーローがいるんですけど、3人でやる技プラス1人あのラテン系の子がいて、青龍が担当がいるんですけど、青龍が入ってきて4人で打つ技、中国人留学生が入ってきて5人で打つ技をする。ビッグワンアタックインターナショナルというかって。で、一番面白いのは8人で行います。一番多くて8人だから、分かるんですよ、あのシミュレーションだからヘックスゲームなんですよね。敵を真ん中に置いてみんなで囲うで、はい、せーのドン。強いんですよ、それは。下準備は大変そうですか。強いんですが、あの里見発見ね、ご存知のかね、あの発見士ですよ、あれもあの粛清を持ってる8人が揃うので、この蓬莱寺教育室もその一人なんですけど、里見八法人バーンってやるっていうのがあるんですけど、あのそのために一旦かけてみんなで敵を囲まなきゃいけないので、他のメンツが他の敵を抑えてなきゃいけないとか、結構使い勝手が悪いっていうロマンがあるんです。
他のユニットで一体埋められてるってことで、ちょっと技ないってことだ。そうそうそう、だからよくあるのがですね、囲ってもいいけど桜大戦みたいにカバオがなかったら囲って次のターンで撃たれて死ぬパターンあるんじゃない。で敵をぶっ飛ばす技とかがあったりとかして、あのそこでうまいこと敵を排除してボスを全員で囲んでせーのドーンとか、そういうようなことクーとか言ってるのがこのゲームの醍醐味の一つだと思ってます。全立てして決めるっていうね、その時代のそういうのが好きな人向けのゲームやろ。そうでね、本当にそのありとあらゆるオカルトネタをぶち込んで生きてると言っても過言じゃないと思うんですよ本当に。うん、これ下方帳っていうその話、前の話になると実は剣風帳の時の敵になった連中の元ネタがここにいまして、何なのか仲間になるんですよ。昔は仲間だったんだけどちょっと思想の違いで現代では敵になったっていう話があって、これも五行思想から入ってくるんですね。東京だと目黒っていう地名と、僕は初めて見物し来たんですけど、目白、目赤、目青、五行っていうのも本当にあって結界になっててっていう話があって、あ、なるほどそういうところからこいつら引っ張ってきてんだっていうのがちょこちょこってエピソードで語られて、すごいね、作り込まれてるんですよ。で、これこの後、この後です。剣風帳、下方帳と出て、いきなりワンダースワンですわ。はい。富士宝禄っていうカードゲームが出ました。ああ。当然予約して買ったよね。で、これも、この剣風帳のエピソードの中で、主人公は一時的に、行方不明になるエピソードがあって、そこのところにどこにいたんですかっていうと、魂じゃなくてこの世界に飛んでましたって。スピンオフ的な、うん、そうなんですよ。でこれがまたね、鈴鹿御前とかあの辺の話が絡んでくる話で、これはこれでちょっと面白い話になって、この後 DS でこの剣風帳とおぼろきたんをセットにしたものが出ました。はい。で血風、下方帳血風録がこの後出て、これ以降ゲームが出てません。血風録はこれの資料ついたもん。資料ついたもん。PS2 です。PS2 の頃から出てませんね。はい。会社がなくなったわけではない。確かに。確かに。ちょっとあったらごめんなさい。キャケさんとか。なんかこの時代これともう一個なんかあって、そっちの方が当たったんじゃないかな、確かに。かもしれないね。なんかね、似たようなタイトルで、それこそ今の。ここがスロットになってるやつもこの時代のやつが確か引っ張ってんって、ほうほう、似たような名前のやつが間違ってるかもしれないけど、なんかそっちの方が当たってこれが消えたみたいなイメージやで、でもね、結構そのメディアミックス、漫画、主人公の主人公ってね、メンツの中の一人のニブクレハっていう人がいて、主人公と対になる剣法を使う、すげえかっこいいニブのキャラクターなんですけど、彼を題材とした外伝漫画であったりとか、あとごめんなさいね、持ってきてないっていうかどこ行ったか分かんないんですけど、小説版があるんですよ。総流編っていう、この主人公、前期の主人公らが大人になって就職して、でもその教え子たちにも実は粛清を継いでる者たちがいてって話なんですけど、これ、ね、何を違うとかね、レーベルがすごいとこかなって言ってるんですけど、いわゆる年齢制限あるとこがじゃないんだけど、違うの、なんでこれを魔人そこで出したのみたいな話なんですけど、確かに話の中にそれはそういう要素いるよねっていう話で、ちょっとね、機会があったら、ね、再現しないからな、機会があったらぜひとも読んでいただきたいです。でもね、それあれを楽しむためにやっぱりね、一作目からやろう。DS だいぶね、いやいやプレイしやすくなってるんで、でも売ってないでしょ DS も。これならまだヤフオクで流れるというか、これはない。これはDS はまだ何か今買うな。剣風帳おぼろきたんは当時ものですけど、これもその後買ったな。これも当時ものだな。まあね、とにかくね、これがどうやらないら、とにかく買うぐらい好きなんですよ、このシリーズ。未だに機会あったら、
富士宝禄とか未だにやるんですけど。ワンダースワンなんて。これね。カラーじゃなくてワンダースワンやろ。そのカラーじゃないの。それ無理だよ。あのね、あとこれが何が面白かったって、あのこの憲法帳のそのせ、この感情システムの中で、と途中で言われたのが主人公男じゃないんじゃねえ説があって、いやビジュアルバリバリ男なんですよね。うん。でも男だろうが女だろうが口説き落とすこいつは本当は何なんだって話があって、女主人公っていいよねっていう妄想がついにゲームで実現しまして、1回クリアすると女性主人公で始めることができる。ちょっと言ってることがやってる側にも分からなかった。セリフとかは変わるんです、声もバリッバリ変わります。確かにそういうのは分かんないんじゃないですか。が声出るんですか。本当そうなんで声出ます。あのワンダースワンって声出るの？うん、あの合成音声だけど攻撃仕掛ける敵とかにあの掛け声みたいなのがある。それはスマホにとってしちゃうから。それはだってプレステの時ですらフルボスじゃねえ。ただちなみにこの人もスマホにプレステでフルボスって言ったの？イベントも限られたことだけど、いくら CD2 枚分でも。まあでもね、あの本当にあの面白いオカルトネタが通じる人は、それこそあの東洋問わず、東西問わず、東洋一緒だ、東西問わず好きな人はわりかしハマる人いるんじゃないかなと思います。いまだにあのそれこそクトゥルフからナチスからあっち系の話も持ってくるし、入ってます、入ってます。で全然にもそのいわゆる日本の仏教とか呪術とかそういう風なところからも引っ張っていくっていう話もあるので、ネタが分かるとあーこいつとこいつは多分法人技組めるなとかっていう読みができる。まあ、たまにとんでもないのがいるんですよね。ワールドワイドでワールドワイドはもうあの外人4人3人しかいない。純中国人と純アメリカなんだよ。誘拐されてる子なんで多分マリーっていう。マリーってどこあっ、どこあっちゃうで、もう一人はあのハーフなんで、うん、おじいちゃんがルーツが南米かな、うん、っていうアランっていうんですけど、以外はもう本当にあの純正たる日本人で、あのちょっと特殊なやつしかいないので、スサノオノミコトの生まれ変わりとか、そんなのがポコポコあの普通にいますから。粛清も一個でもそういう意味でもそのお気に入りのキャラを見つけるというなんかよくあるキャラゲーの楽しみ方もできる良いゲームだと未だに思ってます。早く3部目をなんとかクラファンでもいいから出ないかなと思ってるんですが、まあ出ないでしょうね。でしょうね。ちょっとそっちに期待はしつつ期待はしてません。で、魔人学園このチャンネルで喋ったことはたまに現実になるから怖いんです。そう、アニメ化してるんです。アニメ化してたんだ。実は第1期第2期ってあるんです。2期まであるんです。第1期第2期でゲームの前半戦が終わって終わる話が終わってた。不思議ですね。DVD 持ってるんですけどもね、え面白いんですよ。面白いんですよ。原作知られたら何も話すじんけどな。言語キャストは変わってない、ね、主人公だけ違いますね。これ皆さんだったかな、うんうん、そこだけちょっと知らないところもあるんですが、あのキャラデザーの顔が全然違うとかね、まあ、そういうところはさておいて、アニメ版も面白いので機会があったらね、東京老人学園のどっかで配信してますので見れると思います。それも見ていただいて興味があれば中古屋かどっかでも結構なんで、ゲーム買ってみてプレイしてくれると、ああ抹茶女こういうのが好きか俺もっていうやつが好き人がいたらコメントください。以上です。無理だなと思って無理とか言って無理とか言って、まあネットで見つけてください。いや、マジンガゲンだけど、話聞いてて、確かに、あったわ。周り誰もやってなかったんじゃないかな。僕の周りも誰もやってねえよ、これ。誰も通じなかったもん。マジで似たような作品があって、そっちはなんか、俺の釣りがやってたと思って、これであったのにってな。なんだやろ。なんか、サイレントビューズとかそういうのが流行ったで、こんなのできたんかな。あの、そう、風水のブームとかもあったんで、あの、そういうなんか、このイメージ、今で言うと好きでしょ、あれ。うん、っていうのがちょっとこういうサブカルチャー的なところにも受け入れられてきた時代っていうのがつながらずあった時の作品やと思う。いわゆる時代にあったというか、早すぎたというか遅すぎたのか分からんけど、
もうあのエンディングで流れる真神学園の効果をみんなで歌おうぜっていうぐらいに効果がエンディングがあるんですよ。卒業式、あのサントラもちゃんと入ってますよ。フルコーラスバカなんだよ。ジョーさんのこのネタについてこれる人らが実際動画見る人で何人いるか、何人がいたら嬉しいね。一人二人いたら嬉しいな。これがねお蔵入りになるのか分かりませんが、最後まで語ってお蔵入りになる可能性あまりも誰にも伝わらなくて、好きなキャラとか皆さん言ってくれればこう、いや誰も分からないという感じで、抹茶嬢さんの、そう、抹茶嬢さんの、プレゼンでした。でした。まあ、たまにはこういうのもいいでしょう。抹茶嬢さんってこういう人やで、みたいな。これね、これで逆に若い子は興味持ってくれればね。うん、いや、だって興味持っても無理やん。どうかないの、まだ前回のチャージマン剣みたいにさ、まだ YouTube で流れてますよとかならいいやん。とかなんか、ね、今なんか、今の50周年なんかやりますよみたいな。これもう、止まっとるやん。すいません、ブラストボーザーみたいな。だから、一時期だから、プレステのなんかアーカイブみたいなのにあったなら、はい、ワンチャン可能性あるけど、今それも弱いやろ。ないね。じゃあ、そういう作品が、2000年代ぐらいにありましたと。そうですね、世紀末の98年99年ぐらいの卒業生をベースにしてる話なので、2000年代ぐらいにあったというあのこんなね作品もありましたということで、マッチョ嬢さん締めましょう。はい、今日はこんな感じで。どうですか、マッチョ嬢さん、最後何か言いたいことがあったら。推しキャラとかいるんですか。メガネキャラ好きだって皆さん思ってるんでしょう。メガネキャラがいなかった。違う、あの戦闘に出るメガネキャラ、あ、裏見てミサちゃんなんですけど、あのマジで黒魔術を使うと思うんですけど、ミサちゃんはミサちゃんです。ただ戦闘に入らないメガネ子がいますよね。タマリゆかりさんなんですけど、これがでも仲間使えんねやろ。あのね、トラブルメーカーです、いわゆる。はい、ということでもうまだどうならんので終了します。はい、じゃあ今回も最後までご視聴ありがとうございました。はい、チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。はい、次回はどうなる、わかんない、どうなるだろうねということで、次回もよろしくお願いします。はい、プレステビータでダウンロードで遊べるらしい。だってビータでダウンロード、ビータもな、なんでって言われても僕ゲームも持ってるからはい、プレステ2で動くから。はいはい。